男子一般100メートル優勝いたしました福井工業大学前川明さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。レースを振り返ってどうでしたか。はい、僕、後半足がすごい流れる癖があるんですけど、まあ、このレースではそこをしっかりと、まあ、できたんで良かったかなと思います。今回は自己ベストが出たということで、今日は自己ベストが出る予感はありましたか。あ、そうですね、少し前までちょっと故障していて、まあ、練習もあんまり詰めてなかったんですけど、まあ、今日は、まあ、昨日から調子が良くて、まあ、出るかなとは思ってました。次に北日本の大会があるようなんですけど、それに向けて意気込みありますか。はい、まあ、こんなタイムじゃまだまだ大学生と戦えないので、まあ、決勝に残れるようなタイムを出せるようにこれから練習頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。